皆さん今まで生まれてからですね風邪ひいたことが一回もないとか、まあ、インフルエンザにかかったことない人がいるかもしれませんけど大抵はかかっていると思いますので過去の,あの風邪やインフルエンザと比較してでそれと比べてまだあの家で様子見れるあの買っておいた解熱剤や風邪薬で様子見れると思われている間は受診する必要はないと思います。 ただ、症状がどんどん増えてくるとかです、ね、あの熱だけだったのが喉も痛い咳もひどくなってきた体もだるい増えてくるとか一つ一つの症状がひどくなる最初は軽い咳だったのがすごい咳の数も程度もきついとなってきて日常生活の妨げが出る場合ですね熱でぐったりして起き上がれない。 あるいは咳がひどくて夜も寝れないし食べたり飲んだりしてもせっこんで吐いてしまうです、ね、あるいはお腹が痛いとかあの下痢や吐き戻しも加わってくるといった状況で、まあ、食事と睡眠というですね、まあ、水分を取ることも含めて食事と夜の睡眠ですね それが妨げられるとどんどん体が弱ってしまいますのでやっぱり食事が水分が十分に取れない夜も十分に寝れないというのが受診そこが始まってきた段階が受診の目安というふうに思います。